皆さんこんにちは、ビューティフルカーズ洗車チャンネルの桃香です。今回はお客様のクラウンのクレンジング洗車の様子をお届けいたします。クレンジング洗車とは、普段の洗車では落ちない水しみやタールピッチなどの汚れをビューティフルカーズのオンラインショップで販売しているコロイドクレンザーやミネラルリムーバー、オイルステインリムーバーなどを使って塗装面に傷をつけないように丁寧に除去する洗車です。こちらのお客様はビューティフルカーズでベースのコーティングをしてくださっているお客様なのですが、今回気になる点としては鉄粉が気になるということで洗車にご入荷くださいました。まず最初にタイヤとホイール全体にコロイドクレンザーをかけて、インダストリーコアさんの畑のブラシ、小判型の3寸のものでタイヤにコロイドクレンザーを混ぜませます。この撮影の際に使用したボトルは、お客様のお車を施工する際に使用するためのものなのですが、中身は販売されているものと一緒です。ソフトホイールウォッシュスポンジにコロイドクレンザーを含ませて、フェンダーの縁を洗った後、ホイールに付着した砂を寄せるようにして表面を洗います。100円ショップで販売されているコップ洗いにコロイドクレンザーを含ませて、ホイールの中を洗います。コップ洗いを扇形に動かすと全体をしっかり洗えます。そして最後に畑のブラシでタイヤ側面の浮き上がった汚れを落とします。洗剤が乾く前にすすぐことが大事なポイントとなります。これを残りの3本にも行っていきます。次にシャンプーを泡立てていきます。バケツの中に汚れなどがないかを確認して、スリークシャンプーを15リットルのバケツに2周半ほど入れます。量としては約 30ml ですので、不安な方は測って入れても大丈夫です。少し水を入れた後にストレートでバケツの半分ぐらいの高さまでぐるぐると回して泡立てます。シャワーモードで水をしっかりと入れて、水と泡の比率が、泡が3、水は7になるようにします。最後にジョロモードで泡をきめ細やかにして終了です。次に湯洗いをします。高圧洗浄機で後ろから前に、上から下に向かってボディに付着した汚れを流します。高圧洗浄機で流す際に適切な距離を取った上で、パネルとパネルの縁を意識して流すと、隙間に詰まった汚れも流せます。高圧洗浄機との距離は機種によって異なりますので、詳しくは高圧洗浄機の使い方という動画をご覧ください。湯洗いが終わった後、クロスカットカーウォッシュスポンジでボディを洗っていきます。最初は屋根から順番に洗っていきます。その後は側面の上半分を洗い、こまめにスポンジをもみ洗いして洗い進めていきます。洗い方は一筆書きに動かしながら、同じ箇所を何度も通らないように洗います。上半分が終わった後、下半分洗い進めていきますが、運転席のフロントフェンダー側から洗い進めていきます。ボディを洗い終えたので純水ですすぎます。先ほどと同様に高圧洗浄機ですすぐのですが、今度は泡を流せば良いので、湯洗いよりは早めに高圧洗浄機を動かしていきます。こちらも順番は後ろから前に、上から下へ流していきます。電源類がある方はそちらにかからないように流していってください。すすぎが終わったので、ドアステップの内側を洗っていきます。開口部などに泡が溜まっているので、ホースリールの水量が弱いモードで流して、泡が乾いてしまって塗装面にシミをつけるのを防ぎます。砂などを水で流してから、ボディ同様にスポンジで優しく洗って流します。シャンプー洗車が終わった後は、水垢落としと鉄粉除去の作業を行うのですが、ボディの水気を一度拭き取ります。ミネラルリムーバーを使うのですが、塗装面に水気がない状態で施工します。マイクロファイバータオルにミネラルリムーバーを適量取り、施工したい箇所に施工します。
施工した後はもう一度マイクロファイバータオルにミネラルリムーバーを適量取り、同じ箇所に施工します。部分的な施工の場合はこの後すぐにしっかりと純水ですすぐのですが、今回は次々と他の箇所も施工するので、その場合は乾いたマイクロファイバータオルの毛足の長い方でミネラルリムーバーを拭き取ります。洗剤をそのままにして乾いて濃縮してしまうと塗装面にダメージがありますので、乾く前にしっかりと拭き取ります。オーナー様が鉄粉だと思われていたものはミネラルリムーバーで除去できなかったので、次にオイルステインリムーバーを使って除去を試みます。マイクロファイバータオル S サイズに適量を取って異物がついている箇所を拭きます。この汚れが除去できたので、今回は鉄粉ではなくタールピッチが付着していたということでした。この後は純水で再び全体をすすぎます。オイルステインリムーバーを使った箇所はもう一度シャンプーを行ってください。全体のすすぎが終わった後、大まかに水気を取ってナノダイヤモンドトナーを施工します。最初だけクロスに2プッシュして屋根の4分の1程度の範囲を拭いた後、ムラを取るために先ほどのマイクロファイバータオルを絞って同じ範囲を拭きます。スポンジで洗った順番で次から1プッシュして同じように拭いていきます。フロントガラスだけは別のマイクロファイバータオルで拭くので飛ばしてください。クロスを分ける理由はワイパーの部分に砂や汚れなどがついている可能性があるので別のクロスで拭きます。ボディ全体を拭き終えたので、フロントガラスやドアのステップの内側、タイヤとホイールなどを拭き上げます。マイクロファイバータオルはボディに使っていたものとは別のものを用意しています。先ほど説明した通り、砂が残っている可能性が高い箇所は先ほどと同じマイクロファイバータオルで拭いてしまうと、洗濯しても砂を完全に除去できない可能性があるため分けています。フロントガラス、ワイパーゴムはしっかりと挟んで拭いて、ドアステップの内側やエンジンルーム、最後にタイヤとホイールを拭き上げます。この時、すべてナノダイヤモンドトナーを施工しています。フロントガラスに撥水加工をされていない方は、ナノダイヤモンドトナーを施工すると中途半端な水弾きになってしまう可能性があるので、フロントガラスだけはナノダイヤモンドトナーを施工せずに拭き上げてください。これですべての工程が終了です。オーナー様とお車の状態を確認していきます。いかがでしょうか。すごいですね。うわ、やっぱ違うな。本当ですか。綺麗さと言いますか、ちょっとご覧、ちょっと近くからご覧いただければ。素晴らしいですよね。普段は、はい、洗車用品は全部こちらのビューティフルカーズのもののみ使っていただいて、はい、それしか使ってないです。洗車は純水、最初から最後まで。そうです。いや、最初はやっぱ水道水で。水道水で。はい、で最後は純水で。そう、次だけ純水で。純水で。はい、そうです。月に1回ぐらい。純水、洗車は2週間に1回。2週間に1回。か3週間に1回で。ぐらい。はい。すごいですね、やっぱり。全然ここで見ていただいても洗車傷がもうほとんどない。ないですもんね。すごい洗車お上手。すごいですよ、本当にすごいです。なるだけ水を潤沢に使って洗ってるんで。あ、純水しっかり、はい、もう後ろの方もちょっと跳ね上げがありましたけど、ああそうでしょうね。もうホイールも綺麗ですね。ホイールはまだね、去年の5月に入れ替えたばっかなんで。はい。普段は何、コロイド洗浄剤ですか。コロイドと、あとはナノで。ナノで、はい、おお、すごい綺麗ですね。ああ、いやでも全然違いますよね。本当ですか。ありがとうございます。もうお客様の場合だと年に1回来ていただければ大丈夫かなっていう感じでしたね。全然ここにも全然傷ないし、シミもないですし、こういう隅々も水垢ないですもんね。やっぱ純水だと全然違うんですかね。純水だからです、絶対、うん、そうでしょうね。まあ、このずいぶん前まで全然水垢なんか全然分からなかったから、水道水でバッ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 やって、はい、ルーフなんか乾いてからずっ
吹いてたんで、はい、結構ボコボコだったんですけどね、前の車は、はい、でこちらさんの YouTube 見て、はい、これはいいかなと思って全部一式揃えたんですけどでコーティングももう新車の時にそうですしてくださって、はい、それ以来はもうずっとそうですビューティフルカーズの洗車方法と用品で、はい、そうです。今何年目で何キロぐらい走られたんですか。これちょうど今年の3月で2年目なんですけど、はい、それで今1万5000ぐらいですか、ね、1万5000ぐらい、はい、じゃあ普通にしっかり走られて。そうですね、まあ普通通り走ってます、はい、屋外駐車ですか。いやカーポート、カーポート、はい、下にあるんですけど、いやなんかこれが新車って言われても信じますね本当にずっとだって2年目ってことはもう丸1年経ってこの綺麗さですから。そうですかね、ずっと来年もこの綺麗さっていうことですね。普通なんかねこういう洗車に持ってくるともう結構水垢が結構いっぱいあったりとか隅々汚れてたりとかっていうのが普通、なんか一般の YouTube 他の YouTube は普通ですけど、はい、やっぱりビューティフルカーズの用品使ってくださっててかつ純粋で洗車されてる方だとこういうふうに綺麗に、ね、やっぱりそのものに使うものによって全然違うんですね。あそうですね、やっぱりあれですかご自身の前のお車とかと比べてみても。そうですね、もう全然やっぱりこう太陽光の下に持っていくとやっぱり洗車率がこう丸くついてたんですけどね、今これ太陽光の下持っていっても何もそんなに傷も目立たないですしね。全然ついてないですよ、ここは傷見えやすいライトを当てたんですけどなかったんです傷がもうぜひこのまま継続していただいて、はい、またクレンジング洗車に来ていただければと思います。わかりました。いいえ、こちらこそ。冷たいな。どうもありがとうございます。